はいどうも、マグマグマグロンと申します。で、今回のキャラクターは前回アタリーナギガス編をやったので、今回はこちらマスターレイヴンなので、またいつものように全技紹介からいきます。よいしょうわ、新キャラのくせに100まである。あ、まあでも新キャラじゃないのか、レイヴンの技を踏襲してんのかな。刀使ったよね今もうなんかいっぱいある。おお、なんか今ヘイズフィールド、なんか消える技があるんですね。まあね、これ一応今回からの新キャラなんだけれども、もともとはレイヴンっていうキャラがね、あの黒人の男の人で、結構前の鉄拳のオープニングかなんかでね、ヘイハチミシマイズデートって言ってたのがレイヴンっていうキャラなんですけど、なんですかね、なんか最初アメリカ忍者みたいなそんな、どういうキャラだこれと思ってたんですけど国際諜報機関の人みたいですね。だからこれは三島でもないし G 社でもないと、そういうキャラみたいですね。で、このレイヴンが急に女になっちゃったんですけど、これ上司みたいですね。今まで出てきたレイヴンの上司っていうことなんですね。なんですかね、制作スタッフの間からはレイヴンボツになったんですかね。変わる理由がないもんね、だってねあの男の人でいいじゃんね、本当に。なんだろう、あまり人気なかったのかなあいつなのでこのマスターレイヴンのキャラクターのね、性格というか設定というか、そういうのをネットでねちょっと調べてみたんだけど、1行しか書いてなくって、まだね新キャラなんでキャラが立ってない感じですね。ただちょっと全技見る限りは特徴的なキャラなんで、なかなか面白そうではあるけれど、話す内容はほとんどなかったりするんだな。ただね、一応、まあ、忍者なのかなあれも、一応義満がねいるんでね、なんか忍者とは認めていないっていう文面が、あのレイヴンの方のウィキには載ってますね。もうなんかフェイント、え、これ通常技なの、コンボじゃんほとんど。うわ、こういうのばっかりだな。おおおおお、あ、まだなんか相手に背を向けて技があるんですね。
あ、まあ考えてみれば消えるっていうのも義満も使うわけだからね。同じ流派ってわけではないのかな。でも格闘スタイルは忍術って書いてあるんだよね。おう、さあ全技紹介なんですが、130まであったな。ウィキの内容はもう読んだよ、もう。もうまだ半分しか言ってないけど、どうしようかねこれ。じゃあね、今後の鉄拳の動画についてお話しようかね。何もないもんね、やることがね。まあ、今回はね、これマスターレイヴンは鉄拳7からの新キャラなんで、エンディングがね一つしかないんで、またね、あの過去のエンディング映すときにはレイヴンのエンディングもやります。で、まあ今までの動画を見ると分かる通り、鉄拳7でしか出てないキャラクターの場合は過去のエンディングに今回出てないキャラのねエンディング混ぜていきます。まあ、前回は木人が使われたわけですけど、考えてみると和也やね平八のエンディングをお伝えできてないんでね、最後にするかな、あればな。そうで、あと今回のこのキャラクターエピソード、メインで多少絡んだ人はあの子にちょっと、これマイクに入ってるかな、雷が鳴っておる。多分これ動画にするのは1ヶ月後ぐらいだけどね、1ヶ月前は撮影日に雷が鳴ってたと。入ってなかったらすいません。で、そう、あのキャラクターエピソードにね、まあ、なくてメインで絡んでいるアリサとかラースとかがね、エンディングがないんですね。そこら辺がね、ちょっと登場シーンとか電話だ紹介だけで終わっちゃうかな。それともなんか後で追加されるのかな。そうそう、追加はないか、さすがに。おお、なんだ、逃げるだけじゃないのか。お、珍しいコマンド技。なかなかね、結構どんどんコンボじゃないのっていうような技も多かったし、そういう意味で100あるんですね。もう面白い。なんだこれ。ようやっと10連コンボまで来た。相手に背を向けての10連。うわ、ゴキ。あ、これは面白い。おお。
近距離からもこれできるんだ。なんかダッシュするとあるよねこの技ね。おお、当て身みたいな感じ。お、やったコンボ。いや結構多そうだな、つなぐ技が。いや運ぶ距離も長い。これ壁まで行くねこれだと。もう何やってるかも分かんないもんね、もうね。はい、というわけでこれでおしまい。はい、ちょっと操作が。はい、じゃあここから行こうかな。はい、じゃあ次はコンボの紹介いきます。できたところのカット版です。ではどうぞ。次これ、なるほど。ほら、なんかズダダダーってならない。まあいいか。次、なるほど、長いね。こんな感じ。どう、合ってた。うん、合ってたかな。一応出た。これは難しそうだな。さあどうだ。おお、入った。うん、できた。よし、じゃあ次はファミツ。見てみたんだけれども、これとほとんど同じなんだな。で飛ばして膝蹴り入れてってやつだもんね。でこれで終わりか。あんまり面白くないね。これだ。これがファミ通。うん。つまらぬ。いや案外こういう組み合わせもあるんじゃないか。本当にあれ出なかった。おー、消えていった。はい、それではストーリーの方行ってみたいと思います。スターレイブン。
あ、国連なんですね。国連の情報機関に所属するエージェント、マスター・レイブン。今回彼女に課せられた任務は、キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメントへ潜入し、ある男を排除することだった。任務を遂行するため、彼女はターゲットの待つ極寒の地へと向かう。私の部下が世話になったようだが、さてどの程度のものか試してやろう。自分の部下と少なからず因縁のあるターゲットに腕組みをして言い放つマスター・レイブン。しかし相手の男は一瞬眉を潜めるのみで、すぐさま臨戦態勢に入るのであった。あ、なんか特殊のもあるんだ。もしかしたら他のキャラのもあるのかな。3つだけじゃねえのかな。開いた。コンボがね、ちょっと探しきれなかったんで、これしかないんですよね。完全にあのサンプルコンボ1。お、攻めて技を。おーしょー。さあ、これがエンディング。あ、それで終わり？いやいやいや、戦車来てるから。いやいや、戦おうよ。真っ二つ。レイブンの出る幕はあるのか。あ、大砲の戦車の弾すら真っ二つにするのに、もうレイブンの出番ねえな。これタッグトーナメント3が出るまで出番ねえな。で、その出番がないレイブンのエンディング見ましょうか。鉄拳5のオープニングでね、あのかっこいいセリフがあるんでね、そっから見ますかね。あ、こっちにもいるのかな。どっちかな。一応こっちでまた出てくるところまでカット。うるせえな。はい、じゃあ上から、上から。ここで出てきますね。はい、だ。エハチミシマ is dead。これですね。この時はなんかすげえ強い感じだったんでね。今はもう出てこないでしょうか。で、これで終わりかな。じゃあカット。こっちにいる？そうだね、なかった。じゃあレイブンのエンディングだけ見ちゃいましょうかね。こいつにも勝てたのにね。ミッションコンプリート、リターニングトゥ HQ。その飛行機と、その
体格だとちっちゃい飛行機になっちゃうけどまあいいんげ、まあいいや、そんなのはいいの、そんなのがね。で次は鉄拳6の方のオープニングにいたっけかな、なんかいないような気するな。こっちには明らかにいないよね。じゃこっち見てみるか。いないような気するけど、あら、もう鉄拳6にしてレイヴンのオープニングにいないところを見るとこの頃からいなくなる可能性をちょっと秘めてたんじゃないでしょうかね。レイヴンのイベントエンディング、国連の諜報機関ですからね。あら違った、ドラムの歩だった。この2人でなんか絡みがあるみたいですね。なんかね、こいつはロシアの人間、クジャク王え、そんな威力あるの？え、大丈夫なの？お前は変な風にならない。逆さになって張り付いてる。なるほど、盗んでたんですね。でも結局これ割らなかったんですね、レイヴンのイベントだとね。大丈夫かね、なんかデビル化してないかなこいつ。では次は鉄拳タッグトーナメント。あれいたっけ、映ってたっけ。ああれだ、あ出てきた出てきた。じゃあこれも見せよう。いなかった。こっちの方に乗ってんの。世界中の格闘家活動夢の祭典。ここで出てきますね。関係性はあるんですけど、ただのタッグトーナメントだけのコンビ。こっちに気を取られちゃいますね。6じゃない、これでいいのか。鉄拳タッグトーナメントのエンディング、ちょっと一回見たんだけど動画が破損してたんで、もう一回消えれるんだ。こんなに強かったらね、マスターレイブンになんか足らないですよ。ねえ、まさかまさかクビになるとクビではないんだろうけれどもね、鉄拳7に出てないですからね。これだけ強ければね、マスターレイブンにはならなかっただろうに。でこれが外されてマスターレイブンになった時点で今後出ないよねこいつと。タッグトーナメントしか出ないよね、かわいそうに。どうなんでしょう、復活はあるんでしょうか。というわけで今回はマスターレイヴンとレイヴンの過去エンディングをお送りしました。ではでは今回はこの辺で。
また次回お会いしましょう。じゃあねー。